おはようございます。リサです。ゆっこです。はい、今日はこの2人でトークします。喋るよ喋るよ。早速いきます。はい、テーマテーマ、うん、ババン。はい、雨の日のゴルフで気をつけてるところ、はい、です。今絶賛、まあ、雨降ってるんで絶賛雨中です。雨について、冬はさすがにちょっときついよね。そうだね。なかなかこう避けがちよね。うん、冬あっても寒いし冷たいし、うん、罰ゲーム以上だよね。もう修行的な、ね、修行な感じになっちゃうよね、うんうん、雨の日冬はちょっとね。そう、まあ、そんな雨の日のゴルフで、うん、気をつけてるところ、はい、なんかあります？ゆっこ、雨の日、うん、まあ、やらないって言ってたけど、うん、夏はやるよね。夏はそう、いける、うん、あのね、夏の手でちょっと夏の手で話そう、うん、まず、まあ、ちょっと、まあ、これ女性の目線で言うと、うんうん、ちょっと白のポロシャツはやめとくかな。なるほどね。そうね。そうね。白ポロシャツはちょっとね、お捨てになるから ね。そう、ちょっとなんか思春期な感じになっちゃう。ね、イメージわかるでしょ。わかるわかる。思春期のあの気持ちね。そうなっちゃう。うん、白ポロシャツはちょっと避けましょう。おもろとか。とかね。とかね。あと、やっぱ。グローブをちゃんとやっぱ雨用にしとかないと、やっぱあれ全然違うよね。違う、普通のと合皮と革じゃん。そう、びっくりして。全然違う。なんかそのちゃんと雨のやつ対応してるやつは、うん、ちゃんと吸い付いてる感じがする。そう、なんか余計吸引力もあったな。ほんと滑るよね。滑る、飛んでくまである、うん、本当に。これはちょっと試さないとわからないかな、うん、全然違うんで、やっぱグリップのグローブは雨の日用をちゃんと使います。うんうん、いいと思います、うん、よかった。すごく大事。結構本当に大事、グリップね。あ、グリップじゃない、グローブ、うんうん、それだけでも全然。あ、でもそれ言ったらさ、グリップもさ、もうツルツルのやつだったら雨本当ダメじゃない？ダメ、うん、本当ダメ、うん、ね、うん。本当さらにツルツルっていうね。なんか回るよね。回る。球打った瞬間手の中で、うん、クラブがキュッキュッってね。うん、グリップは年に1回ぐらいは交換するように。おー。いいですね。いやいや。なんかそれ風のこと。行ってみました。はいはい。リサちゃんは何を気をつけるんですか。雨の日はね、うん、なんか。冬でもやっぱ試合とかだったら全然やるから、うん、まあ、うん、経験上、うん、なんかもうまずカッパ、うんうん、もうカッパを着る手で、うんうん、もうゴルフ場に行くから、うん、そのカッパの中の服を結構考える、うん、なんか厚着してってカッパ着ちゃうと全く動けなくなっちゃうから、ね、うん、なんかまあ冬だったら、まあ、夏は、うん、カッパはあんま着ないと思うんですけど、うんうん、冬だったらもう本当にヒートテック、うん、タートルネック、うん、なんかベストとか、うんうんうん、なんか薄めのセーターとか、うんうん、で北海道、はい、なんかもうとにかく中は薄着で北海道張る、ね、うん、っていう風にしてたかな。なんか、うん、その女子の、あのツアーで、うん、多分秋ぐらいかな、うん、秋ぐらい確かすごい雨が降ってるのがあって、うん、それ見た時にめっちゃ動きづらそうと思ったし、うん、こんなんで試合すごい過酷って思った記憶がある、ね、本当。とにかくなんか雨の日はやることが増える、うん、クラブ吹かなきゃいけない、ね、ボールもこまめに吹かなきゃいけない。そう、とにかくグリップ濡らさないように、うん、グローブ濡らさないようにとか、なんかもういろいろやることがあるから、ね、集中力がなんか、そうだね、うん、とにかくなんかもう、まあ、うん、普段のこうゴルフで、うん、こう集中ってのはちょっと厳しいかもしれないけど、うんうんうん、なんかもうとにかくなんか徹した方がいいかも、うんうん、濡らさない、今日も濡らさないと、ね、もうそれか振り切る、うん、もう濡れることを気にしない、うん、もう濡れてもいい、味方に、うん、もう濡れに来たんだぐらいの気持ちの時もあったりする。なるほどね。なんかちょっと雨降ってテンション上がってる犬みたいな。ナチュラルハイみたいな。そうそう。犬の気分で。うん。かな。
そうね、あとなんか、まあ、さっき言ってた、うん、グローブは絶対もう何枚もキャリーバッグに入れとくとか、あ、途中で変えるの、うん、あー、もう変えたら、濡れたら変える、濡れたら変えるっていうのを試合中はもう5枚、6枚は必ずキャリーバッグ入れてました。あ、交換すればいいんだね、うん、そっかそっか、うん、スペア持っといて、そうそうそう、とにかくもう雨の日用のスペアのグローブをもう新品じゃなくて、もうちょっと使ってあるやつ、うん、こう手の型がついてるぐらいのグリップ、あ、グローブを入れとくといいです。実は、うん、何回かグリップ結構やりすぎた。グリップとグローブとても似てる、似てる、ね、似てる。はい、カウントしようかな、はい、あ、いった、ひそかに ね、 ね、あとはそうだな、まあ、リズムが速くなりがち、うんうんうん、なりそう、うん、なっちゃうよね、なる、もう早く、うん、打って球を追いたい、うん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 、そういうのもあります。あとはもう雨の日は寒いから、うん、まあ、冬、うん、寒いから気温がすごくグッと落ちて、うんうん、球が飛ばなくなるので、ワンクラブとか、うん、もう必然とその日は上げていった方がいいかな、常に、うん、通常のヤードを通常の番手で打つんじゃなくて、うんうん、もうワンクラブ上げて、うん、でもかさばってるし、カッパで動かないし、うんうんうん、ワンクラブ上げてこう、なるほどね、持ってってもらうみたいな、うんうん、頑張らない、あんまり。確かになんかフェアウェイもちょっと転がりづらいよね、うん、雨だと埋まるまであるじゃん、うん、ある日ってあるね、ノーランあるね、あるね、ノーランあるから、なんかね、一回なんか私のボールか誰かの友達かな、うん、ドライバーのボールが埋まっててみたいな、うん、あ、なんか今ちょっと思い出しました、若干ちょっと打ち上げの、そうそうそう、刺さったタイプね、あったあった、うんうんうん、おっとみたいな。きついよね、悲劇だもん、ほんと雨の日は距離も出なければ飛ばないから、ねね、とにかくワンクラブ上げて、うん、なんか自分が楽になるように運ぶ、うんうん、なるほど、ってのもいいと思います。リラックスしてね、はい。あと雨の日の、うん、私もバンカーが本当に嫌いで、あの、うん、下下の感じのね、重い感じのね、ね、ザクザク、ね、ざっくりいく感じね、ザクみたいな。確かに、うん、雨の日は、うん、ちょっと、うん、いつもより開くかも、うん、あー、なるほど、うんうん、なんかもう刺さっちゃうから、うんうん、やっぱどうしても刺さるし、うん、なんか雨で水分含んでる分、うんうん、重いんですが、重たい、とにかくクラブをこう、うん、抜けないといけないから、うん、ちょっといつもより開いて、うん、大きく打ってる、うん、なるほど、うん、雨の日の難しいね、バンカーと雨が降った次の日の湿ったバンカー、カッチカチよね、そうそう絶対跳ね返ってくる、うん、跳ね返ってきちゃう、うんうん、苦手、冷気もできないでしょ、そう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 、やる意味あるかなみたいな、あ、冷気だとかつくだけみたいな結構ね、苦手な、苦手な方多いね、苦手です、うん、力もちょっと必要かなと、あ、なるほど、いつもよりちょっと大きめに振る、うん、大きめ開いてね、なるほど、うん、といいと思うかな、なんか雨の日のバンカー練習ってしないからね、しないね、うん、避けがちだもんね、そうそう、なるほど、うんうんうん、ね、ちょっと開いて、うん、大きめに打つといいと思います、うん、なるほど。アプローチも雨の日ってなんかちょっと気をつけたりすることってあるのか、アプローチは、うん、あのね、やっぱグリーン上が水滴で滑るのでスピンがなかなか効かなくなる、うんうん、あ、なるほど、うんうん、だから、こう思ってた落とし場所より、いつもやってるゴルフの感じの落とし場所よりもちょっと手前めにしとかないと、こう強く入った時にスピンが効かなくてスピンより行っちゃうっていうのは結構あるから、その落とし場所の前後は結構気にするかな、なるほど、ちょっとかかりづらいんだね、そう、スピンがね、うん、雨でね、こう摩擦がそう、うん、ほどけちゃうんだよね、なるほど、だから思ったよりも、ボールがこう転がりすぎちゃうっていうのはあります、なるほど、結構そう考えると本当に雨の日はやることも多ければ、うん、頭も結構使う、使うね、うん、
めっちゃなんかカロリー消費する、うん、カロリー消費だね。頭使うとカロリー消費してるからね、うん、かなりねかなりね、うん、そう勉強するとお腹すくっていうのはそういうこと。ゆうこはそこにつながるみたいです。うん。あとなんかある？これとこれこれどうなのみたいな。でもやっぱ結構めんどくさくて傘をささないことも多くて。確かにささなかった。そう。でも確かにリンゴロープの時に雨降ってたんですけど、うん、ゆっこはなんか固くなりなんか傘を持たなかった。ちょっと面倒くさがりかな。でもやっぱ持った方がいいよね。うん、ね、クラブね、まあ、自分はよしにしてもクラブはちょっと守りたい、うん、ね、脇の下に入れてる。あ、そうそうそう、そうかタオル巻いて、うん、大きいタオル巻いて持ち運ぶかとか、うん、りさちゃんはこまめに傘を差してるイメージがある。うん、うん、なんかとにかくクラブ守りたいみたいな、うん、そうだよ。だから拭くのがめんどくさいから濡らしたくないっていう感覚ですね、うんうん、ね、要するにちゃんととにかくまあめんどくさいっていう、うん、めんどくさい。雨の日のゴルフは、ね、ボールとかクラブもさめっちゃ葉っぱつくじゃん。うん、芝とか ね、そうそう、葉っぱと芝、うん、葉っぱと芝、うん、芝ね、ついちゃうから、うんうん、ね、あれ大変だよね。大変、本当にやること増えます。増えるわ。特にセルフなんかは大変ね。大変、うん、もうキャディーさん様様ですね、うん、雨の日のゴルフで。キャディーさんからやっぱ雨の日ってっ大変大変大変そう。キャディーさんだったら、うん、大変。仕事が増えそうだね。キャディーさんも大変、うん、もうとにかくクラブ、まあ、一緒だよね、プレイヤーと。クラブ濡らさないようにボール拭いてあげたりとか、ちゃんと土落としてとか、なんか ねやることが増える、うん、雨の日のゴルフ、ゴルフはですけど、ゴルフはちょっとスコアが少し悪くても、まあね、そんな、ね、気にしない方がいいと思います。もう雨の日のプレーを楽しむに徹する。うん、そうね。犬の気分で。ナチュラルハイの感じでね。そうそう、ナチュラルハイ感じ。なんかもうコンペとかになると、うん、なんかやめれなかったりするじゃん、うん、そうだね、うんうん、個人予約だったら、うん、一組とかだったら、うん、雨だしやめようよってなるけど、うん、やっぱコンペはやめれないので、うん、そうだね、その辺を気をつけてもらえるといいかなと思います、うん、確かに。では、うん、こんな感じで、はい、皆さん雨の日ちょっとこのこの何点か気をつけてやってもらえるといいかなと思います。はい、うん、はい、ご視聴ありがとうございました。えっ、はい、コメント、高評価、いいね、いいね、皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。